スペシャルウィーク、母女神ゲラン、牝馬関西、笹田和秀厩舎入厩予定。白井牧場の至宝ゲランの一族、クラブでも多くの活躍馬が誕生しています。7勝を挙げた母を筆頭に、兄弟のシャルル・ゲラン、シリエージェが5勝、現役のクランドール・ゲランやベイビー・ツユも勝ち上がっています。高松宮記念で3着したハクサンムーンの走りも記憶に新しいところです。本馬は程よくゆとりがあってやや薄手の馬体、スピード能力の高い母系にスペシャルウィークを配合したことで距離の融通も効くと思われます。また成長力に富み、じっくり力をつけていくことも特徴の一つ。息の長い活躍が期待できそうです。